はい、今回はですね、久々の謎のゲーム機シリーズということで、このね、アドバンスそっくりのゲーム機を紹介したいと思います。このゲーム機はね、アドバンス、メガドラ、スーパーファミコン、ファミコンと4種類のね、ゲーム機を遊ぶことができるんです。はい、ということでね、こちらのゲーム機なんですけども、あれ、僕のね、この動画では過去にもアドバンスそっくりのゲーム機紹介してましたよね。はい、ということで、僕の動画ではね、まあ以前にもこういったね、アドバンスそっくりのゲーム機を、まあ、紹介したことがあったわけなんですが、まあこれ以外にもですね、他にこういったようなね、アドバンスに似たゲーム機も紹介したことがありました。ではね、今回のアドバンスそっくりのゲーム機一体何が違うのでしょうかということでね、早速開封してみたいと思います。わ、これめちゃめちゃ似てますよね。まあ、アドバンスそっくりです。ではね、ちょっと箱から出してみたいと思います。もうほんとね、似てますよね、これね。はい、上も下もね。で、内容物ね、ちょっと見てみたいと思います。内容物は、アナログのね、テレビ出力用のケーブルですね。はい、こちらにね、このように挿してね、使います。これでね、大画面でゲームすることができます。そしてね、充電用の USB ケーブル。タイプ B ですかね。マイクロタイプ B のこのね、ケーブルがついていますね。はい。そして、他にもね、この英語のね、説明書。はい、これがね、ついています。はい。ということでね、まあ内容物なんですが、まあこのようになっています。まあ非常にシンプルですよね。ではね、この赤色のね、実物のアドバンスと比べてみたいと思います。まあ、非常に似てますよね。サイズも形もほんとそっくりなんですけども、厚みが若干ね、カートリッジがない分ね、薄いんですが、非常に似ています。背面はね、実機は電池ですが、こちらはね、バッテリーが、搭載されています。まあ似てますよね。ではね、今度、以前紹介したね、別のこのそっくりゲーム機、こちらと比べてみたいと思いますが、昔のやつはね、非常にこれゲームソフトが少なかったんですね。では今回はこのマイクロ SD でね、ゲームを追加することができるんです。ということで、まあ前回紹介したアドバンスと比べてね、まあそっくりアドバンスと比べてかなりね、大きな進歩をしているというふうに言えると思います。まあ、前回はね、500本ほどしか入ってなかったんですが、まあ、今回はね、大幅にソフトが増えています。はい。でね、下はね、電源スイッチ、ボリュームスイッチ、そして、このね、USB の接続、マイクロ SD とテレビ接続用の端子、これがついていますね。はい。今回ね、こちらの本物のね、アドバンスと比べてみました。上が本物、右下がね、以前紹介したそっくりアドバンス、左下がね、今回紹介するそっくりアドバンスなんですけども、右下のね、以前紹介したものは、まあ、ファミコンしか遊べない。しかもね、ソフトは追加できず、ソフトもね、500本のみということなんですが、まあ、左下のね、今回するアドバンスは、まあね、送料別途いるんですが、約2000円でね、最初から5000本以上のソフトが入っていて、4種類のね、ハードが遊べるということで、まあ、今回紹介するね、そっくりアドバンスの方がかなりお得だと言えると思います。ではね、スイッチを入れてみたいと思います。まあ、このようなね、オープニングの後に、何かね、謎の生物がね、一生懸命走っています。何でしょうかね、これ。あ、で、こっちの上にね、ジェネシス、メガドラですよね。そしてアドバンス、ネスというね、3つのゲームホルダーがあります。で、中にはね、もうゲームが何千本と入ってまして、まあ、ちょっとね、とても全部紹介しきれませんけども、まあね、もう日本のソフト、英語のソフト、いろいろ入ってます。なんでちょっとね、この超魔界村をね、ちょっと起動してみたいと思います。はい、でこれね、ちょっと画面がね傷ついて見えますが、保護シートがね貼ってありますので、これを剥がせばね、いつでも綺麗になります。はい、もうね、非常にこのそっくりに起動してますよね。まあこれ実機とほとんど変わりませんよね。はい、あー、これね、アドバンスのね、ゲームをまずやってみてみたいと思うんですが、ちょっとね、これ気になるので、ちょっと保護シート剥がしましょうかね。あ、ちょっとね、うまく剥がれませんでした。はい、今度ね、しっかりと、はい、保護シート剥がしていきたいと思います。はい。
でね、ちょっとね、右上の方にね、なんかちょっとポツンとね、なんかゴミのようなものがついてると思うように見えるんですけど、これね、LED ランプになります。はい。これ緑色でね、充電すると赤色のランプがね、この位置に点灯します。はい。ということでね、これ、貝村なんですけども、非常に快適にね、動作します。はい、もう本当実機と全く変わりないぐらいね、しっかりと動作します。でこれ液晶はね3インチということで、実機と比べるとね若干液晶が一回り大きくなってます。はい。で最近のね IPS 液晶とね大体同じという感じがします。ちょっと発色がね、ちょっと色がね、薄いかなという気はするんですけれども、ゲームをするにはね、問題ないレベルだというふうに思います。で、これね、結構ね、音もね、ボリュームをね、大きくすると、相当大きくなりますのでね、音もね、小さすぎるということは全くありません。ちょっとね、やられてしまいました。ではね、このねマイクロ SD をね取り出しまして、今度ね自分の持っているねゲームをね追加してみたいと思います。はい。でこれねパソコンに接続してみますと、このゲームボーイアドバンス、ジェネシス、メガドラですよね。そして、NES というファミコンですよね。この3つのフォルダがありますが、中にはね非常にたくさんのねゲームが入っています。3つのね種類のゲーム機合わせてなんと、5000本以上のねゲームソフトが入っています。はい。でこのね3つのゲームフォルダ以外にねレトロというフォルダがあるんですけども、そちらもねセーブデータがどうも入っているようですね。はい。で新しいマイクロ SD にね、ゲームを入れる場合は、このレトロというねフォルダと、そしてシステム BIN というね、おそらくこのシステムファイルですね、この2つをね入れておけば、動作するというふうに思います。でこちらのゲーム機なんですけどね、お値段なんとね2172円ということで、カラーバリエーションもね5色ありますので選び放題ということです。ただね、送料が別途ね、800円ほどかかりますのでね、この円安の中それでもね、2000円台で買えるというのはかなりお安いんじゃないかと思います。今ねもう円安なのでね、海外からゲームを買おうとするとかなりね高くなってしまいますけども、それに比べればねかなり安いんじゃないかなというふうに思います。ではね、コピーしました、マイクロ SD 入れてみたいと思います。はい。もう全部ね手持ちのゲームをね抜き出したものを入れてあります。ではねスイッチオンと、はい、このようにタイトルが出まして、このねそしてこれ謎のキャラクターが走っています。無事にね起動できましたね。でちょっとねサンプルでいろいろ入れてみたんですが、はい、ゲームボーイね入れてみましたが、ちょっと残念ながら動きませんでした。ゲームボーイカラーもねちょっと入れてみたんですけども、ちょっと残念ながらね起動しませんでした。はい。でアドバンスなんですけど、日本語のタイトルをねつけてみましたが、これもやはり、動きませんでした。やはり英語でね、半角の S 字で名前をつける必要がありそうですね。はい。でアドバンスのソフト、ほとんどがね、かなり、よく動くわけなんですけども、はい、この F0 はどうなんでしょうか。マップがちらつくかなという、ね、ちょっと欠点はあるんですけども、それ以外はねかなりほぼ実機に近いんじゃないかなというふうに思います。この IPS 液晶にしたやつでもね、初期の IPS のやつなんかだとこのようにね、このマップがね点灯したりということがあるようですけども、このね、コースマップなんですけど、これね、実機ではこれね半透明処理を使っているんですね。そのためにね、この IPS 液晶にしても、このね、このマップがね、F0 のマップが点滅することがね、たまにあるようなんですけども、はい。それ以外はね、非常に実機と近いんじゃないかなというふうに思います。
ドバンスのこのゼルダをね、プレイしてみたいと思います。非常にそっくりですよね。はい、動作も快適です。ボタンもね、ほんと実機と全く変わらないぐらいね、快適に操作することができます。ただね、ちょっと動画では入ってないんですけどね、ちょっとアドバンスでもね、フリーズするものはね、何本かありました。まあ、全部はね、動作しないかもしれませんがね、まあ、大半のソフトはね、おそらく動作するんじゃないかというふうに思います。快適に、ね、操作できます。で、以前紹介した、ね、アドバンスそっくりゲーム機というのは、まあ、ファミコンしかできなかったんですけども、まあ、こちらも、ね、アドバンスにファミコン、メガドラ、ね、3種類が、ね、動作しますので、まあ、かなり、ね、お得なんじゃないかなというふうに思います。次ね、スーパーファミコンの、まあ、ドラゴンクエスト5なんですが、まあ、こちらもね、問題なく遊ぶことができます。はい、まあ、文字もね、非常に見やすいですよね。まあ、3.0 インチということで、まあ、実機よりもね、一回り大きくなっています。まあ、IPS 液晶、ね、汎用品の IPS 液晶もね、3インチということで同じ大きさなんですけども、まあ、見やすくてね、非常に、扱いやすいと思います。スーパーファミコンもね、何本か試してみたんですけども、動かないソフトはね、今のところ1本もありませんでした。はい、非常にね、快適に遊びました。まあ、ちょっとね、今回ね、ちょっとメガドラのね、ソフトを紹介するのちょっと忘れてましたけどね、まあ、多分メガドラもね、動くんじゃないかなと、ちょっとやってないんですけどね、はい、と思います。はい。という感じでね、今回、このね、ドラゴンクエスト5、まあ、途中までですけどね、問題なく動作しました。はい、そしてね、こちら、スーパーファミコン版のね、キャメルトライというね、ボールをね、上から落下させていくというゲームなんですけども、LR ボタンでね、画面をこう回転させて、このボールをね、ゴールまで導く。ゲームなんですけども、まあ、これもね問題なく快適にね動作しました。まあ、スーパーミってね4つボタンですので、まあゲームの中にはね、まあ、動作しないものもあるかもしれませんけどね、まあ、こちらのキャメルトライはね、問題なく動作しました。ということでね、キャメルトライ、とりあえずね、ちょっと2面までクリアしてみました。次なんですが、スーパーファミコン版のね、グラディウス3ということで、まあ、こちらもね、全く問題なくね、プレイすることができました。
ということでね、以上グラディウス3、ちょっと途中まででしたがプレイしてみました。はい、そしてね、今度ファミコン版なんですけどね、ファミコン版のギャプラスということで、このね、ファミコン版の意味はね、ちょっと実機と比べて若干スピードが遅いんですけども、まあ、だけどね、まあ、プレイできないことはね、全くありません。まあ、まあね、久々にゲームをする方であれば、これぐらいのスピードでちょうどいいのかなもしれませんね。はい。という感じでね、はい、このように、ソフト自体はね、問題なくプレイすることができました。でね、内蔵のね、ゲームの数なんですけども、まあ、ホームページにね、5100何十本って書いてあったんですが、まあ、数えてみると、実はね、それだけ入ってませんでした。まあ、ざっくりですけどね、ファミコン版がだいたい1493本、アドバンスが1840、まあ、ジェネシスがね、約1191本ということで、まあ、4400、500本ということなんですね。はい。で、ファミコンの、スーパーファミコンのね、ゲームが1本もちょっと入ってなかったんですね。なので、本来スーパーファミコンのね、数百本は入ってたんじゃないかなと思うんですが、今回はね、このネス、アドバンス、メガドラの3種類のゲームしか一応入ってませんでした。で、これマイクロ SD をね、入れずに起動すると、内蔵のね、ゲームが50本。遊ぶことができます。ただこの内蔵のゲームというのはね、ちょっとかなり質が落ちるゲームばかりというふうになってます。という感じでね、まあ、今回このね、そっくりアドバンス紹介してましたけど、いかがでしたでしょうか。もう個人的にはね、かなりお得なんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでね、今回アドバンスそっくりゲーム機の紹介動画でした。